僕のウイルスなら奴の能力に抵抗できるかもしれない。自分の能力が無敵だと勘違いし私を倒せると思い上がったのか。やった、ついにボスを倒したぞ。無様なスタンドだ、ろくにコントロールできんとはな。パープルヘイズの能力を受けて生きていられる者はいない、たとえボスだろうと。確かウイルスを使う風合だな。あんたにはそれがふさわしいですよ、その死に様がね。ウイルスなど無意味だ、我がキングクリムゾンの前ではな。正体不明のボスが今俺の目の前に来い、三下のスタンド使い目。これで終わるぜ。三下にふさわしい最後をくれてやろう。いや、やってやるぜ、ボス太郎がぶっ飛ばす。やつのレーダーは厄介だな、確実に始末せねば。俺にはボスの能力がよくわからなかったけど、勝ったから問題なしだぜ。これでレーダーは使えなくなった。弾丸だ、ピストルぜ。下っ端のカス能力が。予測だろうがなんだろうがぶち込んでやったぜ。もしもし、はい、ドッピオです。拳銃使いのミスターか。セキショウ、やってやるぜ。お前ごときの浅知恵でキングクリムゾンの予測の上を行くことは絶対にない、くぐり抜けることもない。私はどうしても知りたい、自分が何者から生まれたのかを。私を脅かす落とし穴は塞がねばならない。俺を知らずに殺されるなんて、まっぴらごめんだわ。今この血の流れは断ち切る。あんたから受け継いだ運命にびくついて逃げたりもしない。娘よ、お前さえ生まれていなければ。それが邪魔ならなおさら登り切ってやる。お前は私を本気で怒らせた。危機を催す邪悪とは、何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。そのまま帰った方がいい、ブローのブチャラティ。向かってくればお前は死ぬことになる。許さねえ、あんたは今再び俺の心を裏切った。誰だろうと私の永遠の絶頂を脅かす者は許さない。決して確実に消え去ってもらう。決して逃がしはしない。あんたの能力無敵だが、動きを読めるのは短い時間だけらしい。自分が負けることは予測できなかったのか。このディアボロはいつだって危機を乗り越えてきた帝王なのだ。ブチャラティ、あんたは。あんたが見つけたんだ、レクイエムの破壊の仕方を。俺のを完全に破壊すれば。やめろブチャラティ、矢を支配するには貧弱なものでは務まらない。この風は予測できるのはボス、やや弾丸の動きだけか。まさか矢を支配するのはこのディアボロだ。あんたは果たして滅びずにいられるのかな、ボス。何が起こるんだ、これから何が。まさかまた魂が入れ替わるのか。脅威ではあるが、予知ができる俺には乗り越えられないことではない。帝王はこのディアボロだ。依然変わりなく俺が目指すものは絶頂であり続けることだ。ここで逃げたらその誇りが失われる、次はない。奴は逃げない、向かってくるぞ。ゴールドエクスペリエンス。
お前は嫌に拒否されたんだ。お前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか。矢を支配するのはこのディアボロだ。未来は我がキングクリムゾンの動きを選んでくれた。あんたは果たして滅びずにいられるのかな、ボス。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。矢のパワーを。奴はもうどこへも向かうことはない。特に奴が真実に到達することは決して、死ぬという真実にさえ到達することは決して、無限に。俺は何回死ぬんだ。次はどこから いつ襲ってくるんだ。俺のそばに近寄るな。